はい、こんにちは、タイヤマン平の鈴木です。今回はタイヤとホイールの、パンク、タイヤとホイールが接している部分、そこから空気が漏れる、パンク、それについてお話します。それと、タイヤをですね、新しくして、せっかくこの新品のタイヤを組んで、これから長い間使うという時にですね、ホイールからどうも空気が漏れているようだというので、ホイールをしっかり直しておかないとですね、せっかくのタイヤが無駄になってしまうと、また空気漏れでタイヤを壊してしまうかもしれないということですね。私たちのところではこのように、ホイールの一部分からこう空気が漏れるとかですね、微妙に漏れる、そういう時にですね、そういう症状を、ある方はですね、それをしっかり直して、タイヤを快適にお使いいただく、新品を大事に使っていただくためにこのような取り組みもしています。まあ、そこのところを少しこう物を使ってですね、実際の物を使って、ご説明したいと思います。こちらですね、タイヤをちょうど輪切りにした状態、タイヤと、ホイールですね、ホイールもちょうど輪切りにした状態なんですけども、チューブレス、チューブの入ってない構造のタイヤ、ホイールというのはこのような感じで、ホイールのですね、両端のこのフランジと呼ばれる出っ張った部分のところに、中から内圧によって、支えられている。一部分、この盛り上がっているところありますけど、これハンプって言ってますが、このハンプを乗り越えてピタッとこう入るわけですね。で、ここに一旦収まったらそのまんま、あとは内圧でしっかりと保持されているということになるんですけども、まさにこのタイヤとホイールがこの接する部分、このホイールのこの部分ですね、この部分に、どうしても長い間、お使いいただいていると、金属の錆が、鉄の、赤錆やアルミも、白っぽいですね、錆が出てきます。このような錆が、邪魔をしまして、空気漏れが出てくる場合があります。今までも、実際に金属の表面が荒れて白くなった、アルミホイールの映像もいくつか動画で撮っておりますけども、今回は、その白くなったところですね、肌が荒れたところ、アルミの表面、を掃除しまして、下地を作って、そして私たちがコーティングしたような、コーティングをした、この今仕上がったところですね、これで今乾燥しているところなんですが、この映像を今撮ってます。こちらは今、処置をした後の部分ですね。これからタイヤがこれで乾燥させてタイヤを組みます。そして快適に使っていただくということになるんですが、どうしてもですね、これ、金属の方、タイヤの方は、使い切ったら、摩耗したタイヤというのは廃棄になりますけど、ホイールの方は、形がしっかりしていて、壊れてないホイールっていうんですかね、一般的には、繰り返し使っていきますよね。で、そのホイールの、一番錆びやすいところっていうのはこういうところなんですね。そこのところで、空気漏れに悩んでる方、パンクしているかもしれないということで、同じタイヤゲージを使って空気圧をチェックしてるんですけども、左の前だけがどうしても少し下がるとかですね、2本だけちょっとおかしいんですとかですね、同じにやってるはずなのに、なんでこの部分だけが下がる、空気が下がる、量が多いんでしょうかというようなご相談受けたまるときあるんです。で、確かに細い釘を踏んでいたり、何か異物によってタイヤに小さな傷口があって、そこからパンクしてるってももちろんあるんですけども、微量に違うというのはですね、やはりこういったタイヤとホイールの接合部分からの空気漏れなんていうことも結構あるんですね。それを見つけるのが私たちのこの仕事なんですけれども、こういうもので、悩んでいる方、また困っている方、大勢いらっしゃいます。ぜひ、私のところは専門でやってますので、タイヤをただ新品をそのまま組むだけではありません。こういう悩みありましたらですね、しっかりこのように取り組んでますので、ぜひご相談いただきたいと思います。今日はタイヤとホイールの、接合部分から、空気漏れを起こしている、このようなパンクの事例について、ご紹介いたしました。ぜひ、お問い合わせやご来店お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。